はい、今日は千葉県にある JR 京葉線の二俣新町駅に来ています。この取引ホーム1面2線のなんてことのない駅をなぜ今回紹介するか、それはですね、この駅が少々運がないというか JR から見放されているのではないかというような、そんな駅だからです。左側がですね、下り線になりまして、こちら上り線になるんですけれども、こちら上り線側がですね、海側で、下り線側がですね、山側になります。今、手前に見えるのがですね、首都高速の湾岸線です。でその奥の方にですね、高架線が見えますが、はい、ちょうど今オレンジ色のラインの武蔵野線がですね、このように走っていって、その先のですね、京葉線の方に入線していくのが見えます。今ですね、京葉線から離れてですね、武蔵野線の方に直通していく電車なんですけれども、それを撮影してます。はい、今貨物列車がですね、武蔵野線から来て、京葉線の方へ入線していきます。なかなか長い編成でしたね。そう、今見えてるのはですね、武蔵野線が京葉線に直通運転するための支線なんです。こちらがですね、二俣支線といいまして、武蔵野線西船橋駅からですね、京葉線南船橋駅をつないで海浜幕張駅まで直通できるようにしています。もう一方のこちら側なんですけれども、高谷支線といいまして、同じく武蔵野線の西船橋駅から京葉線の市川塩浜駅をつないで東京駅まで直通できるようにしています。はい、今京葉線から離れて西船橋方面へ向かっていく、武蔵野線が通ってます。武蔵野線は環状線ですから、京葉線に対して直角に入ってくる形になります。これを直通させるにはどちらかにカーブさせる必要があります。さらに京葉線の上下線に直通となると、このようにそれぞれカーブさせて入線させる必要があるわけです。京葉線は最も海側を走ってます。その海側の京葉線を底辺として、山側の西線等をつなぐ三角形を形成しているデルタ線上の底辺に位置する駅がここ二町新町駅なんです。つまりこの二町新町駅の、両隣の市川塩浜と南船橋には武蔵野線が直通していますが、位置的にここには武蔵野線が入ってこれないんです。仮に入線しようとしたら、お隣の駅がスイッチバックしなければならないので、そんな効率の悪いことを JR がするわけがありません。はい、またオレンジ色のラインの武蔵野線が京葉線の方に入線して直通運転していきます。
今ご覧いただいたようにですね、ここは快速も特急も停車しません。陸の孤島とまでは言いませんが、何やらですね、JR から見放されてしまっているかのような駅です。このようにですね、駅周辺に住宅街やショッピングセンター、さらにはですね、観光できるような場所はなく、大きな工場であったり倉庫で構成されていることから、ここを利用する人はほぼ通勤客で占められているようです。そのためか、1日の平均乗車数は京葉線の他の駅では毎年増加傾向にあるのに対し、ここ二俣新町駅では最近10年ほぼ変わることなく、また京葉線の中では最下位の状況です。はい、今駅の外まで出てきましたけれども、特にですね、駅周辺発展している様子もなく、このようにですね、閑散としたような場所です。今駅の反対側に来たんですけど、本当大きな倉庫や工場しか見当たらないですね。閑散としてます。はい、ちょうど今ですね、私はデルタ構造の三角形の中心位置あたりに立ってます。目の前に見えるのが湾岸高速、高速湾岸線ですね。でこちらが、西船から東京方面へ向かう方で、こちらが京葉線で、こちらが西船から海浜幕張へと接続する高架線となってます。ちなみにお隣の南船橋駅周辺にはですね、ララポート、イケア、船橋競馬場もあればですね、住宅団地も広がっているため、着実に利用者数を伸ばしている状況のようです。そういった事情があるにせよ、なぜ武蔵野線と直通させようと考えなかったのか。少なくともこの近辺で働いている人で、西船橋方面から通勤している人がいるのであれば、そういった人たちの利用は十分見込めたはずです。さらにこの二俣支線が開通したのは1986年に対して、この二俣新町駅ができたのがですね、1988年です。もうこのようにですね、目と鼻の先、ここで合流しているわけです。こんな近くにですね、支線が通っているのであれば、直通できる位置にですね、駅を作ることもそれほどは難しくはなかったはずですので、ここが最大の謎ですね。普通未来投資するのであれば直通構造にしたはずなんですけど、なぜしなかったか、それは分かりませんし、私なんかが知る由もない様々な要因があってこのような構造になったんでしょう。まあたらればになってしまうんですけども、仮にこの周辺にも
南船橋のようにですね、住宅地が広がりショッピングセンターがあったなら今頃どのようになっていたのか、今は妄想することしかできません。せっかくなんでね、最後海浜幕張まで移動したんですけれども、その車窓をですねお届けしながら動画を終了したいと思います。今右側に見えている、高架がですね、支線から合流してきた、線路になります。京葉線自体はですね、もともと貨物専用線として整備され続けてきた中でですね、貨客線としての貨客列車としてのですね、需要を見込んだですね、千葉県からの要請をもとにですね、このように京葉線として開通していったわけですけれども、もともと埋め立て地のところに線路を通している関係もあるせいかですね、あまり車窓としてはですね、見どころがそれほどないんじゃないかと私はいつも思ってます。このように左側にはですね、常に高速道路が走っていて、右側の方はですね、大体がですね、大きなショッピングセンターであったり倉庫、工場立ち並んでいる車窓がずっと続くようなイメージですね。左側にちらっと見えたのがですね、ララポートですね。フラッシーランドとかあるショッピングセンターという呼び方でいいんだと思うんですけど、はい、今武蔵野線と、すれ違いました。この辺からですね、線路が分岐してですね、京葉車両センターの方に続くわけですけれども、ご覧いただいているようにですね、武蔵野線の車両であったり、京葉線の車両ですかね、これがほとんど留置されていると思います。特急電車とかもですね、
257とか255もここに留置されてるんですかね。私の記憶の限りではですね、止まってるところを見たことがありませんね。奥の方には海浜幕張のビル群が見えてきてます。この辺ももともとは埋め立て地、海のところだったわけですから、そう考えるとですね、ものすごい発展を遂げてますよね。それでは動画はこの辺で終了となります。ご視聴ありがとうございました。